ラミア戦争は、マケドニア王国と、その同盟国ボイオーティアと、それらに敵対するアテネやアエトリア同盟を含む、ギリシャの都市連合の間で起きた戦い。戦争にはマケドニアが勝利した。紀元前323年、アレクサンドロス3世は、彼の召喚らによって治められていた帝国をまだ、生まれていなかった息子、アレクサンドロス4世に残して死亡した。 亡命していたデモステネスは、アテナイに帰国し、再度反マケドニア運動を展開。アテナイは、マケドニア王国の支配を出すべく、反乱を起こし、それを機に、マケドニアを切り離した、ギリシャの都市連合を作ろうと試みた。デオステネス率いるギリシャ軍は北進する前の初期に、ボイオーティアをプラタイアで破っていた。そして、テルモピライの戦いで摂政たる。 アンティパトロスを破った。破られたマケドニア軍は、アンティパトロスがアジアからの援軍を待っている間に、ギリシャに包囲されていたラミアへ逃亡した。しかしながら、陸上でのギリシャの勝利は、ダーダネルス海峡とアモルゴス島で、アテネ艦隊がマケドニア海軍に負けたことで総裁された。聖会権を得たマケドニアは、ヨーロッパへ軍を送ることが可能になり、 ギリシャはマケドニアの援軍をラムヌスの戦いで破ったものの、マケドニアはラミアから撤退し、敗北した軍の残りを吸収することができた。そしてそのマケドニア軍はアジアからの援軍に助けられ、クランノンの戦いにてギリシャを破り、ギリシャの反乱を終わらせた。デモステネスはマケドニアの追跡が迫る中で、紀元前322年に服毒自殺をした。ありがとうございます。